1974年と日本的終末感。1974年の日本には世紀末的な香りが色濃く漂っていました。本当の世紀末にはまだ20年余りを残していましたが、このあたりが日本の終末感覚のピークだったように思われます。というのも、その後の日本は便利さとサービスの追求を加速させ、社会全体として時間の感覚を麻痺させる方向へと発展していったからです。セブンイレブンの1号店が開店したのがこの年。翌1975年にはソニーのベータ方式ビデオが発売になっています。便利で差し替え可能な時間へのパラダイムシフトがすぐそこまで迫っていたのです。いずれにせよ、1974年当時にはもっとオカルティックな世紀末感が漂っていました。その空気を煽ったのは、前年末に発売された後藤弁著ノストラダムスの大予言であり、この年に封切られた同名の映画でした。1999年7月に恐怖の大王が舞い降りてアンゴルモアの大王を蘇らせるだろうというもの。人類の滅亡を予言した恐ろしい文言とされました。そのデッドエンドが心底信じられたわけではありませんが、地球全体がなんだかおかしなことになっているという認識は、人々の終末意識を鋭く刺激しました。映画ということで言えば、前年には小松左京原作の日本沈没が封切られ、そうした終末感に宣伝をつけています。ともかくノストラダムスの大予言は売れに売れました。250万部を突破する大ベストセラーだったそうです。折しも日本ではイスラエル人の青年ユリ・ゲラーによる超能力ブームも沸き起こっていました。最初の来日はこの年の2月。スプーン曲げや投資実験といった今ではすっかりおなじみの超能力パフォーマンスがテレビで初めて紹介されたのです。人々が幻惑的な興行に魅了される現象は19世紀末のヨーロッパと同じでした。天変地異の予言や魔術や投資など世紀を超えようとする大衆心理は時空や常識を超える力を求めます。ユリ・ゲラーは偶然日本を訪れたのではなく求められてきたわけです。熱狂的な驚きと称賛が最初に起こり、その後は延々と水かけ論的なインチキ論争が続きました。いわばそこまで含めての超能力ブームだったといえます。さて、1974年は3億円事件の時効を翌年に控えた年でもありました。漫画やテレビがそのことを繰り返し取り上げ、迫り来るタイムリミットを強く意識させました。本来法の裁きを受けるべき犯罪人が、時間の経過によって罪を免れるという理不尽さ。社会正義の達成を簡単に押し流してしまう圧倒的な時間の力がそこにはあったのです。時間の経過は天使の側ではなく悪魔の側にあったと思わせる、これまたデカダンスな出来事でした。3億円事件が発生したのは1968年、遡ること6年前の事件です。東芝府中工場のボーナス約3億円を運ぶ現金輸送車を白バイ警官に偽装した犯人が襲った日本近代史上屈指の巨額強奪事件でした。発生当初はたくさんの遺留品が残されていたことから比較的早期の解決が予想されていました。しかし遺留品の多くはどこにでも売られている大量消費物ばかりだったため、犯人の行動範囲を特定することは困難だったのです。結果として延べ17万人という大捜査は犯人逮捕に結びつくことなく、1975年12月10日をもって時効が成立しました。さて、残された時間は限られているという感覚、その不安に波動を合わせるかのように人類滅亡までのリミットを背負って旅立ったのが宇宙戦艦ヤマトでした。1974年秋のこと、そこにあったハッピーエンドの見通しこそ日本的なデカダンスだったこと、細部への端的の究極的な現れがワープ候補だったことはすでに見ました。問題は時間の進行がもたらす緊張感とその解決への楽観的な見通しです。例えば引田天功の脱出劇といった番組もありました。2代目となるプリンセス天功ではなく初代引田天功の時代です。ユリ・ゲラーを紹介した木曜スペシャルなどが活躍の晴れ舞台でした。限られた時間の中で閉じ込められた場所から数十メートル離れた脱出口へ移動するという演目はまさに時間の緊張感を主題にしていました。移動の間、経路に仕掛けられた火薬が爆発し、危機感を増大させるという思考でした。とはいえ、そこでも視聴者は
主人公の脱出を信じていたはずです。編集されたテレビ番組の中で実際に人が死ぬとは思えません。それは日本的ハッピーエンドの表出であると同時に、テレビというメディアに対する信頼だったとも言えます。時間の緊張感はクイズ番組ともよく馴染みます。例えば、そのものズバリ、タイムショック。時間というキーワードを巧みに盛り込んだナレーションは、一攫千金の夢を絡めながら、視聴者の気持ちを煽りました。現代は時間との戦いです。さあ、あなたの心臓に挑戦します。Time is money.1分間で100万円のチャンスです。あるいは対戦型のクイズであれば、相手とのボタンタッチの時間勝負になります。瞬間的に回答を思い浮かべ、カルタ競技さながらに素早くボタンを押さなければなりません。ことほどさように時間の緊張感を煽る演出テクニックは、テレビの世界の常套手段でした。つまるところ、ガラスの向こうで起こっていることは、衝撃的であればあるほど良いという、ピクチャーレスクな感覚を、時間にまで反映させたのがテレビだと言えます。人類が本当に破滅するかもしれないという深刻な問題を夕食時のお茶の間に流されてもちょっと辛い感じです。しかしそうなったところで問題がテレビを通して流された時点でどこかしら予定調和的な救済を約束されてしまうのかもしれません。ニュース番組は日本のどこかで起こっている事件を伝えると同時にその事件が今ここで起きているわけではないという底知れの安堵を提供します。それと同じように、テレビの中のタイムリミットは、よほどのことがない限り、現実の時間とは重なりません。そして、その溝は、年を経るごとに広がっていきました。というのも、翌年のホームビデオの登場以降、徐々にテレビは時計としての役割を解かれていくことになるからです。テレビ番組を見逃すという時間的失敗は、回避可能なものになっていきました。時間の緊張感は確実に変質していったのです。